え皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。えー、この動画ではテクニカル分析の視点で足元の相場の動きですとか、今後のポイント、こういったところを皆さんと一緒に見ていっています。今週もですね、ちょっとこう日銀の金融政策決定会合がまあ予定されていたりですとか、いろいろと注目ポイント多い中でですね、どう動くのか、まあ、こういったところをですね、皆さんと一緒に探っていきたいと思います。それでは早速始めていきたいと思います。 えまずは先週の日経平均の動きから振り返っていきたいと思います。えー、ご覧いただいているのは日経平均の冷やしチャートになるんですけども、まあ、先週末ですね、1月13日、まあ、この日の終わり値が26,119円で終了しました。で、前の週の終わり値が25,973円というところで、まあ、週足ベースで146円ほど上昇してきたことになります。 1>, で1週間の値動きを振り返っていきますと、収、ま、書、あの段階でですね、まあ、窓分けでまあ一段高しまして、まあ、2万6千円台を回復とで、その後もですね、2万6 5五百円をトライする動きを見せていたんですけども、まあ、週末にかけてまあ失速していたという形になります。 ことばづらだけで捉えていきますと、まあ、日経平均、ですね週末の下落するまでは5日連続で上昇していたというところを踏まえると、まあ、しっかりしていたのかなと、そういった印象あるんですけども、チャートご覧いただいてもお分かりの通り、まあ、そういった言葉のですの、ねまあ、表面上だけの受け取りとは違ってです、ね、で、まあ、ローソン歌手の値引きを見ていきますと、まあ、そんなに強くないのかなという、そういった印象を持つような形になっています。 で特に注目されていくのが、まあ、昨年のですね、8月とまあ9月の高値を結んだですね、上値ライン。まあ、ここがですね、まあ、上値の抵抗となっているという状況です。でこの上値ラインにつきましては、まあ、前回の動画でも紹介したんですけども、このようにですね、まあ、昨年末、ここをトライして跳ね返されるという形で、まあ、いわゆるリターンムーブという動きになっていました。で今回もですね、 一瞬、あの取引時間中に超える場面あったんですけども、まあ、週末のです、ねまあ、一段安というところで、まあ、再び跳ね返されているという形ありますので、確かにこう下段の、ね、MACD なんか見ましても、このように MACD がシグナルを上抜けクロスしているという点を踏まえると、まあ、即打ち感、出てきてはいるんですけども、じゃあそこからです、ねまあ、力強い反発につなげていけているのかどうかというところでいくと、まだまだこう手探りなのかなというところが読み取れるかと思います。 まあ株価のですね、まあ、動き見ていきますと、まあ、今後の焦点というのが、この上値ラインを越えて、まあ、この25日度平均線ですね、まあ、ここをたぶ分ぶつかることになるとは思うんですけども、まあ、ここをまあ突破できるのか、はたまたですね、まあ、下げをまあさらに加速してしまうのかといったところが、今週のまあ注目点になるんですけども。 まあ大体ですね、この2万6000から2万6500円。本日ですね、この2万6000台下回って取引スタートしてるんですけども、まあ、株価をですね、まあ、反発していった後、まあ、このゾーンに戻すことができるのかどうか、こういったところが注目されそうです。で、まあ、先ほどこの MacD 紹介したんですけども、まあ、このようにですね、クロスという観点でいくと、MacD がこのようにシグナルを上抜けて、まあ、速落ち感出てきてはいるんですけども、これも前回の動画で紹介しました移動平均線ですね。 青い線の25日、緑の線の75日、で、オレンジの線の200日ですね。まあ、これが価格の高い順から、200日、75日、25日と並ぶですね、まあ、逆パーフェクトオーダーという形になっていまして、目先ですね、反発の兆し見えてはいるんですけども、まあ、ちょっとですね、トレンド的にはですね、こう、下の方向の意識、まあ、こちらの方が優勢ですので、まあ、上値がですね、ちょっと重たそうといった感じが、今後ですね、しばらく想定されるのではないかというふうに見て取れるかと思います。 で、その一方でですね、まあ比較的株価の戻りが堅調だったのがアメリカ株になっていきます、えー。ご覧いただいているのがニューヨークダウの冷やしチャートになるんですけども、このようにですね、この紫の五人一度平均線、ここをですね、まあ攻防戦がまあ繰り広げられていたんですけども、まあ先週のまあ株価の動きというのは、この五人一度平均線をですね、まあサポートとして、まあ上離れするような形で株価を上昇させていって、まあ、不思のですね、3万4千ドルも超えてきたという形になります。 で、下段のマック D 見ましても、0ドルラインをですね、まあ、上抜けて、マック D の傾き自体も上方向を強めているというところありますので、まあ、戻り基調がですね、順調なのかなという状況かと思われます。で引き続き、まあ、株価の戻り基調続くのであれば、このようにですね、まあ、直近の高値2月13日につけた34,712ドルですとか、 まあもうちょっと頑張るとですね、3万5000ドルというところも見えてきますので、じゃあここをトライできる状況なのかどうかといったところもですね、今週注目されるポイントになるかと思われます。で、じゃあ果たしてですね、まあこういったまあ相場のチャートのまあ見た目の印象からですね、じゃあ今週どう動きそうなのかといったところをですね、まずはあの今週の主な予定から見ていきたいと思います。 えっと、今週ですね、国内の方見ていきますと、17日と18日にかけて、日銀の金融政策決定会が開かれるというところです。特に今回はですね、日銀の展望レポートも公表されるという状況です。で、19日に貿易統計と20日にはですね、全国の消費者物価指数12月分が発表されるというスケジュール感になっています。 で、もう一方ですね、海外の方、目を向けていきますと、まあ今日ですね、まあ本日が、まあアメリカ株市場が、まあキング牧師の生誕日というところで、休場というところで、4営業日という中で、まあ例えば経済指標で見ていきますと、まあ12月の交流利上げ高、卸売物価指数、航工業生産ですとか、あとは中古住宅販売といった形でですね、引き続き12月分の経済指標の発表が相次ぐというスケジュール化になっています。 で、決算の方も見ていきますと、まあ、本格化するのはですね、来週以降なんですけれども、まあ、今週はですね、大手金融機関であるゴールドマン・サックス、モルガン・スタンでー、まあ、こういったところが発表されたりですとか、あとはそう景気敏感株とされている航空関連ですね、ユナイテッド・エアラインズですとか、あとはその他ですね、アルコア、チャールズ・シュワーズ部、あとは、えっと、P&G、ネットフリックスといった注目企業の決算がポツポツと予定されているという状況です。 また、経済指標絡みでいきますと、明日の火曜日ですね、17日には、中国の方で、10、12月期の GDP をはじめとしまして、12月分のですね、経済指標、まあ、交流利上げ高ですとか、あとは広告行政さん、こういったものがまとめてドンと発表されるという形になっています。 以上を踏まえますと、まあ、今週の焦点となってくるのが、まあ3つほど挙げられまして、まず1つ目はですね、まあ先ほども申し上げた日銀会合後のですね、市場の反応というところと、あとはチャートでも見てきましたように、アメリカ株のですね、反発基調がまあ続くのがどうかと、まあこの2つがですね、まあ、焦点になってくるだろうというふうに思われます。で、まずこの日銀会合、まあ、こちらについて注目していきますと、まあ明日から明後日、まあ17日から18日にかけて、 まあ会合開かれるんですけども、ちょっと国内のですね、再建支出の動き見ていきますと、先週末ですね、1月13日、この日の10年再利回りがですね、0.545%まで上昇するという形になっています。 で、まあ、12月のですね、まあ、前回の日銀会合では、この10年歳に回りの変動する、まあ、許容変動幅というのが、0.25%から0.5%に拡大したんですけども、じゃあ、この0.5%をですね、この上限を突破するという水準を先週末につけているというところありますので、明日から開かれる日銀会合でですね、何らかのこう金融政策の修正がまあ行われるんじゃないかといったところをですね、一部でこう先取りする動き見られているという状況が、ちょっと見て取れ ますですので、まあ、会合を受けてですね、まあ、いわゆるこう為替市場であったり株式市場だったり、まあ、そういったところがですね、まあ、イベント通貨のあく抜け感で、まあ、例えばこう株高が進んでいったりですとか、まあ、為替の方でですねちょっと足元、円高基調ですので、まあ、それが一服したりですとか。 いわゆるこうイベント通貨でですね、悪材料出尽くしとなるのか、もしくはですね、再度、この日銀の金融政策決定会合ですね、まあ、修正が行われるかどうか、まだこう不透明感漂ってはいるんですけども、再度ですね、この日銀の金融政策を折り込み直しに行くのかといったところで、マーケットのです、ね、初期反応といったところが注目されるという状況です。で、もう一方のですね、焦点であるアメリカ株の反発基調、まあ、これが続くのかどうかというところなんですけども、ちょっと注意が必要かなというふうに思われます。 まあ引き続きですね、先ほども予定表で見てきたんですけども、今週のですね、まあ氷売上げ高ですとか、まあ生産者物価指数、あとは中古住宅販売ですね、こういったところでは12月分の、まあ、経済指標の発表というのが、まあほぼほぼ一巡していく形にはなります。 で、12月分の発表が終わったということは、次回の1月どうなるのかというところがですね、だんだん意識の方を傾いていくわけなんですけども、まあ、この昨年の12月というのは、アメリカの方でですね、大寒波が襲来していまして、まあ、その影響でですね、まあ、経済活動、こういったところもですね、 まあ、例えば、こう、物流が滞ってしまったりですとか、まあ、多大な影響を、まあ、もたらした面がありますので、この12月分のですね、経済指標、まあ、悪化傾向が目立っているんですけども、まあ、この悪化傾向というのが、もしかすると、この天候不順に一時的なものに留まってしまってですね、1月分発表されるものが強い数値となってしまうと、再びですね、このアメリカの金融政策、まあ、これが引き締め傾向強まるんじゃないかといった観点も出てくるというところもありますので、ちょっと注意が必要というところもありますし、 あと、まあ、先ほどの予定表で見ていきました。えっ、ー、と、来週からですね、決算シーズン本格化してくるというところで、新たなですね、注目点も加わってくるというところで、要は状況がですね、ちょっと複雑になってくるというところを踏まえますと、足元ですね、目先の上昇が一服して、ちょっと様子を伺いながら、まあ、株価が動いていくと、そういった展開もですね、想定しておいた方がいいのかなというふうに思われます。ですので、足元のですね、このしっかりしたアメリカ株の動きというのは、いわゆるこう、適温相場。 ゴルディーロック相場っていったりするんですけども、まあ、こういったところをです、ね、指摘する声、増えてきてはいるんですけども、もしかするとです、ね、都合のいいところをです、ね、切り取って、まあ、それが株価に反映されてるだけなんじゃないかといった見方もです、ね、一部で浮上する可能性があるというところは、注意しておきたいポイントかと思われます。で、その鍵を握ってくるのが、まあ、中国ですね。 中国も先ほどの予定表でも見てきました。えっと、明日ですね、12月分の経済指標がまとめてどんと発表されたりですとか、あとは GDP の発表、こういったものが予定されているというところです。で特に中国に関して言いますと、11月の終わりにですね、 まあ、いわゆるこうゼロコロナ政策というものが、まあ、解除といいますか、方針転換がらりとこう変わりまして、いわゆるこうゼロコロナのですね、解除後のまあ期間が含まれる最初の経済指標がまあ発表されるというところありますので、この明日発表される中国のですね、経済指標がですね、順調に中国経済の回復を示すまあ内容となればですね、この中国株関連ですね、上がっていくといったところも想定されます。 で、まあ、その他ですね、株価材料、このように見ていきたいと思うんですけども、まあ、先ほど申し上げた通りのですね、材料がまあこのように並んでいるというところです。 で、アメリカ株のですね、あと中国株の動き、まあこれについてもちょっと押さえておきたいと思います、えー。ご覧いただいているのがアメリカのですね、S&P500 の動きになっています。やはりですね、まあ、ニューヨークダウと同様に、まあ先週ですね、ちょっと、まあチャート小さくて見づらいんですが、50日同平均線ですね、まあこちらを突破して、まあ上離れする形で上値をトライしていると。 で、まあ、先週末の終値が3999ポイントというところで、まあ、節目の4000ポイント、ちょっと届かなかったわけなんですけども、まあ、ほぼほぼ4000ポイントですね、到達しているという見方をすれば、まあ、順調なのかなといった印象ですね。下段のマック D もこのように、えっと、0ポイントラインをマック D が上抜けているという形で、まあ、上方向の意識、まあ、目先は強めているという状況です。 ただですね、S&P500 について言いますと、まあ、昨年の1月からですね、3月、8月、12月という形で、戻り高値が未だにですね、こう一歩の直線上で結べるという形になりますので、まあ、非常に長い期間にわたって、まあ、この上値ラインというのが存在しているというところで、まあ、ここを突破できるのかというのが、まあ、今週の最大の焦点になってくるかと思われます。まあ、突破できればですね、まあ、先ほどのニューヨークダウと同じように、直近の高値、まあ、12月1日ですね、まあ、ここの直近高値をまあトライできるかどうか。 というところが焦点になってくるかと思われます。 で続いてですね、ナスダック、こちらも見ていきたいと思います。ナスダックもですね、えっと、2021年ですので、さらにこう2年ぐらい前なんですけども、まあ、2年前の1時間につけた高値から、まラ、あ、ットレーナーがずっとこう続いていまして、ようやくですね、この6月につけた安値と10月28日というところで、まあ、何度かですね、こう安値をトライしていくんですけども、大体いいこの水準でまあ株価が下げ止まって戻りを試していると。ただこの戻りの勢いというのは、6月の戻りの勢い、10月の戻りの勢い、 で、足元の戻りの勢いというところで、まあ、さほどですね、戻りの勢いに、まあ、なんすかね、こう、加速感が出てきてないというところがあります。まあ、ただですね、おととしのですね、11月と、まあ、直近のですね、この2022年の3月29日、この高値を結んだ、まあ、上値ラインの突破というところが目先の焦点と。で、ここを抜けてくると、200日同平均線、ですね、まあ、ここを、まあ、トライでるのかどうかという話になってきます。 で、まあ、この、せっかくですので、こう、長い期間のナスダックのチャートを表示させていますので、ざっくりですね、こう、ナスダック2つの局面に分けることができるかと思われます。たいですね、12,500ぐらいですね、まあ、ここでは12,400で、まあ、水平ライン引いてるんですけども、まあ、ここを基準としてですね、上のとこ部分がですね、いわゆるこう強気ゾーンとで、下の部分は弱気ゾーンというところで、まだまだですね、弱気ゾーンの中での推移ですので、まあ、株価の戻りというのは、ある意味ですね、こう、上昇を加速させていくというよりは、こう、戻りをですね、試しながら だから、この1 2400ポイントですね、ここを突破できるかどうか、た、まあ、多分これに関しては、もうちょっと時間がかかるんじゃないかなというところが、このチャートの印象から読み取れるのかなというふうに思われます。 でですね、続いて香港の反戦指数の動き見ていきたいと思います。で、足元のですね中国株というのは、まあ、あの、今日はこの反戦相互指数のチャートを紹介してるんですけども、この他にも、えっと、上海ですとか、あとナスダックのですね、ゴールデンドラゴンチャイナ指数、まあ、中国関連のですね、株価指数、まあ、こちらがまあ、強い勢いで反発傾向は目立っているというところです。まあ、10月の半ばに共産党大会が終わりまして、まあ、習近平氏の3期目の突入が決まったと。で、それを受けてですね、 政治的な思惑でちょっと嫌気される場面あったんですけども、それ以降ですね、そこを打ってから株価の戻りが堅調と。なおかつですね、11月の下旬の、まあ先ほども申し上げたゼロコロナのですね、方針転換。まあこれでですね、さらに上値を取らしているという状況です。 で、まあ、1月13日、まあ、先週末のまあ香港半戦のまあ終わり値が21,738ポイントというところですで。いわゆるこの株価水準というのはどういったところかといいますと、チャートを過去に遡っていきまして、2020年のコロナショック後のですね、安値、この水準まで株価を戻してきているという状況です。で、ここはですね、ちょっとポンと抜けている形ありますので、さらにですね、上昇加速そうな勢い感じることができるかと思われます。 で、下段の MacD 見ましても0ポイントライン抜けてますので、MacD、まあ、を見ましても上方向に意識強めてるなといった印象です。ですので、まあ、今週の発表されてくる12月分の経済指標の結果が強ければですね、いわゆるこう中国経済の回復、リオープン期待というところで上値を伸ばすといった可能性は十分考えられるわけです。ただちょっと注意が必要なのが、今アメリカ株が上昇している背景ですね。 まあ、目先こう、インフレの傾向がまあ鈍化してますよですとか、あとは景況感のですね、悪化。まあ、こういったところによって、まあ、アメリカの金融政策のまあ引き締めペースが鈍化するんじゃないかっていう見方が、アメリカ株の上昇の大きな背景になっているという状況です。で、 やですね、中国株に関しては中国のこうリオープン期待というところですね。まあ、ここら辺が折り込む形で上昇しているというところです。で、気にしなければいけないポイントというのは2つありまして、まずアメリカ側ですね。まあ、先ほど申し上げたように12月分のまあ経済指標ですね。これが寒波の影響で一時的なのかどうかといったところありますし、あとはその物価のです、ね、インフレの鈍化というところです。 で、FRB というのは、の物価の、まあ、ポイントといいますか、物価そのものをですね、物の価格、あとはですね、住宅関連の価格、そして、まあ、賃金とかに代表されるようなサービスの価格というふうに3つに分けてるわけなんですけども、足元の、こう、インフレの鈍化というのは、まず物の値段が、まあ、ピークアウトしてきて、で、住宅関連のですね、家賃ですとか、まあ、そういったところも下がってきたと。で、なかなか下がらないんじゃないかと言われていたサービス価格ですね。 これが先日発表された雇用統計ですとか、ISM の非製造業景況化指数ですとか、こういったところで,です、ね、ようやくサービス価格にもです、ね、このインフレの減速、広がっていったんじゃないのかといった見方がです、ね、まあ、株価を押し上げているという形になるんですけども。 やです、ね、この中国の方のリオープン期待の数が今後高まってくるということになってきますと、中国のですね、需要が増えてくると。となってきますと、当然原材料価格も上がってくることになりますので、いち早くですね、インフレがまあ鈍化していって、 たな物の,の価格がですね、再び上がってくると、となってくると、インフレが高止まりするという可能性も出てきますので、となってくると、足元の米国株のですね、ネガティブ要因による株高と、中国のですね、景、ま、気、あ、回復による株高という、この2つが、ですね、並、まあ、存していくという状況が、ちょっといつまでもこう、 続くのかどうかというと、微妙なところに差し掛かっているのかなというのがありますので、まあこの辺はですね、ちょっとバランスを見ていく必要が今後出てくるというところが、まあ一番ですね、注意しておきたい懸念点であるかと思われます。で、続いてですね、上海の方、こちらも見ていきたいと思います。香港に比べるとですね、まあ戻りの勢いというのは弱い形にはなるんですけども、ただ、 いわゆるこのコロナショックのですね、安値、まあ、ここと比べるとですね、株価の位置自体はまあ上の方にいるというところと、あとは一つですね、水平ライン引いてるんですけども、まあ、これは何かというと、えっと、2021年の2月とまあ9月と12月、まあ、3回ですね、高値トライしているわけなんです。大体こう3700ポイントあたりをですね、トライする場面が3度ほどこだったんですけども、いわゆるこれをトリプルトップという形で捉えていくと、ちょうどネックラインがですね、この水準というところです。 で、まあ、チャート過去に遡ると、この水準で,です、ね、株価もみ合っている場面ですとか、まあ、攻防戦、まあ、このように昨年もくじ上げられていますので、株価のです、ね、戻りの余地というのは、まあ、3300ポイントぐらいまでは、まあ、戻してもおかしくないのかなというところはあるかと思いますが、まあ、売られすぎのです、ね、反発修正という段階であるということは、まだ言えるのかなという状況と思われます。マックリームですね、まだこう0ポイントライン、下の状況で、まあ、ちょっと戻りを伺うという状況ですので、まあ、その今後です、ね、大きく崩れるというところは目先。 想定しにくいんですけどもまあ、そろそろですね、まあ、戻りの目安が近づきつつあるというところは押さえておきたいところかと思われますで最後にですね日経平均の目先のレンジですとか方向感ここを捉えていきたいと思いますまずはですねまあ、今週想定される目先の動きです で、ご覧いただいているのが25日同平均線の乖離率。まあ、こちらをボリンジャーバンド化したものになるんですけども、まあ、先週末の乖離というのが、まあ、この25日同平均線から下方向に2.5%乖離しているよという状況になっています。で、これをもとにですね、ボリンジャーバンド化していって、まあ、それぞれマイナスシグマからプラスシグマまでですね、まあ、これを先週末時点の25日同平均線の値で計算していくと、まあ、ご覧のような形になっていきます。 ま、下もとですね、このボリンジャーバンドの中心線のちょっと上にあるというところで、先週末時点では2万6000円であったんですけども、ちょっと今週下落してスタートしてますので、まあ、下方向を目指すのであれば、マイナス1シグマですね、だいたい2万5496円というところで、まあ、2万5500円あたり、まあ、ここら辺が下値の目安となる可能性が高そうというところですね。反対にまあ株価が上昇していくのであれば、中心線の付近まで戻してくるか、もしくはプラスの1シグマですね、2万6000円台のまあ半ばというところで、そうなってくると、まあ 今週のですね、目先の想定レンジというのは、まあ、25,500円から26,500円ぐらい、だいたい1000円ぐらいの、まあ、値幅レンジが、まあ、メインシナリオとして想定できるのかなというふうに考えることができるかと思われます。 で、またですね、まあ、今後の値動きのゾーンといいますか、トレンドの方向感ですね。まあ、こちらに関しては、中長期の見方になるんですけども、まあ、これに関しては前回の動画で紹介したのとあまり見通しは変わっていません。えっと、昨年の3月と10月のですね、安値を結んだこのピンクのまあ上向きのラインと、あとはですね、2021年の9月とまあ6月を結んだこの上値ラインですね。 まあここを中心とした攻防戦が繰り広げられていくとで。特にこの下値ラインですね。3月と10月のこの下値ライン。ここを挟んで上のゾーンで揉み合って本格的な反発を伺っていくのか、もうちょっとですね、株価のまあ値幅調整、ないしは時間的な調整を踏まえてですね、2万6000円の攻防を意識しながら、ちょっとこう低迷といいますか、揉み合うような場面ですね。 まあ、ちゃん過去に遡っていきますと、2万6000を割れたところで反発するという場面あったんですけども、あまりこの数字で揉み合うといった局面がなかったので、もしかすると、これがですね、まあ、あの、上げ下げをこう繰り返していましたので、まあ、固めというわけではないんですけども、もうしばらくですね、揉み合う続けるといったことも、サブシナリオとして、まあ、想定しておく必要があるんではないかというふうに考えております。えー、解説は以上になります。えっ、ー、と、引き続きですね、来週もこんな感じでやっていきたいと思いますので、ご覧いただければありがたいです。 また、楽天証券の投資情報サイト、投資ルでもテクニカル風鈴火山という周知のレポートを毎週月曜日にアップしておりますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。それでは、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。